こんにちは、八村です。本日なんですが、ここ最近むちゃくちゃ質問が多いむちゃくちゃ質問が多い内容なんですが、軽貨物とか宅配ってなくなるんですかっていう質問が多いんですよね。というのも、池早さんっていう方がおられるんですが、そんな方がね、YouTube の動画で、ここ10年ぐらい先ですかね、自動運転が、技術が上がって、そういった宅配とか軽貨物とか運送業全般ですよね、その仕事がなくなるというのを言い切ってやるんですよね。で、皆さんね、まあやっぱりそういう影響力のある方の動画を見られた方とかは、これから軽貨物とか宅配始めようと思うんですけど、もうこの先すぐに、仕事がなくなるんですかという質問が多いんですよね。で、その質問に関してずっとスルーしてたんですよ。ずっとスルーしてたんですけど、なくならないんですよね、この質問が。でもずっとスルーも限界かなっていうので、今回動画にしてます。結構来ましたね。おそらく20件ぐらいは来てます。なくなるんですかみたいなね、皆さんからの質問。初めはね、スルーしてたんですけど、もう無理やなっていうので動画にしてるんですけど、そもそも、どっから喋ろうかなと思ってるんですけど、池早さんっていう方から喋りたいなと思うんですけど、もともとブログ出身の方なんですよね。で、俺もどっちかというとこの YouTube やる前にもうブログを先に始めたんで、ブロガー出身なんですけど、でね、このブログ界っていうんですかね、の中で、私の中でかなり、リスペクトしてる人がいて、この2人いるんですよね。リスペクトしてる人がすごいなと思う人が、ブログ界で2人いて、このうちの1人がマナブさんっていう方なんで、どちらかというと私はマナブさんっていう方の、ブログとかを見て、いろいろね、そういった SEO とかいう技術があるんですけど、そういうのをすごい勉強させてもらって、すごいブログをね、運営していく上でそういった技術助けられて、精神面、メンタル面とかもですね、すごいマナブさんという方はかなりメンタルが強い方で、どちらかというと努力の天才みたいな方なんですよね。今 YouTube の動画やられてるんですけど、もともとブログ出身の方で、ほんまになんかもう継続するのみみたいなブログで成功するにはほんまに継続するのみみたいな感じですごい方なんですよ。ほんまにもう継続の鬼みたいな、努力の鬼みたいな、むちゃくちゃ努力される方で、稼ぐためにはひたすら継続して努力すること以外、もう感情を押し殺してもう嫌やな、やりたくないなとか、そういうメンタルを押し殺して、感情を押し殺して、ひたすら無になってでも、作業を繰り返してやり続けるべきみたいな、ブログの記事を書き続けるべきみたいな感じで、もう何年もですかね、もう毎日ずっと記事とかも更新されてて、 YouTube とかも、ずっと毎日更新され続けてると思うんですけど、ほんまになんか努力の天才なんですよね。だからすごいそういう方を見て、私も影響を受けて、どちらかというとマナブさんを参考にブログも始めたんですけど、で逆にね、池早さんという方もすごい有名な方で、ブロガーでね、有名な方で、どちらかというと私のイメージですよ勝手な私のイメージなんですが、池早さんはどちらかというと計算高いというか、効率よく稼ぐというか、結構頭の切れる方やなっていうのが、もちろんマナブさんも切れるんですけど、どちらかというとちょっと微妙にタイプが違うかなと思うんですよね。マナブさんはすごい努力で稼ぐ方やけど、池早さんは計算高く、稼がれてる方やなっていうのが私の個人的なイメージで、で例えば今回の動画、池早さんが出した動画で、自動運転がすごい技術が向上して、この先ね、そういった軽貨物とか運送業の仕事がなくなる、ドライバーが一気にね、解雇になるっていう、絶対になるみたいな感じで言い切ってやるんですけど、正直池早さんの本心としては 100% こうなるやろなとは多分そこまで思ってやらんと思うんですよね多分池早さんってめちゃくちゃ賢い方なんで、絶対にね、10年後、100% もう言うたら何、無人で荷物を運び続けよる車が出来上がるみたいな、多分そこまで思ってやらないです。思ってへんけど、もうあえて言い切るみたいな、
それも全部あの計算やと思うんですよね、池早さんの。こうやって言い切ってしまうってなったら、例えば俺みたいにこうやってアンサー動画を出すいろんな方がね、いやいやそんなん10年でそこまでいかへんやろみたいな、いろんなか動画を出す、その池早さんの動画に対していろんな方がコメントをする、いえ絶対ならへんやろっていう方もいたら、なるかもしれませんねみたいなコメントとかね、いっぱいそういう論争みたいなの繰り広げるじゃないですか、その池早さんの動画に対して。ってなったら池早さんの方の動画が YouTube のシステム上ね、あの関連動画にめちゃくちゃ上がるんですよね。で結果皆さんがその池早さんの動画を見る、池早さんの一人勝ちになるんですよ。多分そこまで計算してそういうことを言ってやるんですよね、池早さんって。だからそこまで俺も多分その何や本質みたいな、池早さんってそういう方なんで、多分この分かりきってると思うんですよ、池早さんも。多分ほんな10年後にね、完全に無人で無理じゃないですか、どう考えても。もう 100% 無理なんですよ、逆にね。逆に宅配とかね、200個近い荷物とかあるじゃないですか。この200個近い、まあ、軽貨物で、ね、宅配でやられてる方やと分かると思うんですけど、まあ、例えば100個の荷物を、車にね伝票抜いて荷物入れるじゃないですか。その作業誰がやんねんっていう話ですし、その作業誰がやんねんっていう話じゃないですか。ですしね、その100個200個近い荷物をどうやってね、インプットさせるのか車にっていう話もなってきますしね、回り方とかもやっぱあるんで、この簡単にねインプットさせただけで、その効率よく回ってもね、不在だとかいろいろ代引きだとかいろいろな荷物もありますし、そういうもうだから絶対無理なんですよ。結果絶対無理なんですよね。無理って分かってると思うんですよ、池早さんも。なんやけど言い切るみたいな、あえて。でいろんな方が、それに対して、こういったアンサー動画を出す、結果池早さんの動画が伸び続けるっていうね。だってね、よう考えてください、絶対無理ですよ、どう考えても。なくならないです。 100% と言っていいほどなくならないです。雨とか降ったらね、どうすんやっていう話になってくるし、例えば荷物置き配とかね、今結構あると思うんですけど、そういう誰がその車から荷物を出してね、その家の前に置き配とかすんやっていう話にもなってきますしね。そこまで自動運転がまず、まあ、向上、まあ、するかもしれないですけど、10年後にね、10年後に自動運転がむちゃくちゃ向上するかもしれないですけど、向上したとしても、絶対にドライバーは必要です。もう 100% って俺逆に言い切ってもいいぐらい必要です。無人でできるとしたら、もう私の考えで無人でできるとしたら、路線バスとかは、もしかしたらタクシーとかそういうのやったらもしかしたらできるかもしれないです。 Uber Eats とかはそういうのももしかしたらできるかもしれないですけど、ほんまのそういう宅配100個200配る宅配とかは無理です。もう 100% と言っていいほど無理です。トラックの運転手とかのダンプとかそういう運転手とかの仕事も絶対にドライバーは必要になります。もう 100% と言っていいほどそういう方はやっぱどうしてもね、人の力っていうのは必要な時は必要なんで絶対に無理です。そして、例えば佐川急便とかの場合は、あれはただのドライバーじゃないんですよね。ドライバーですけど、あれはセールスドライバーなんで、集荷とかもあるじゃないですか。集荷もあって、もちろん配達もあるんですけど、やっぱそういうなんで、荷物をただ単に集めるんじゃなくて、それもセールスドライバーなんで、営業かけながら配ってるみたいな、営業かけながら集荷してるみたいな感じなんで、ただただ配ってる集荷するだけが仕事じゃないんですよね。プラスここに営業っていうのが入ってくるんで、結局営業ってまあ人と人のまあそういったやり取りじゃないですか。もっと荷物ないですかとか、もっと荷物うちにとかで任せてくださいみたいな、営業かけながら集荷とかやっていくんで、そういうなんてやっぱ人の力が必要になるんで、そんなね、無人でどうやって営業かけんねんっていう話ですしね。やっぱそういう日本っていう、そういう礼儀っていうかね、そういうのを大事にしてるなんてところの国なんで、やっぱ営業ってね、やっぱ大事じゃないですか。やっぱそこは人がねちゃんとやらんとダメなんで、例えば機械音声で営業するのかっていう機械音声で営業なんかしてね、やっぱ日本では無理ですよね。そんなこんな感情のこもってへん機械音声で営業なんかかけてくんなってなってくるんでね、やっぱそういうのはやっぱ人のやっぱ温かみとかそういうのをすごい大事にしてる国なんでね、
まあ日本以外もそうなんですけど、なのでね、やっぱそういう佐川急便とかそういうのはセールスドライバーなんで、ただのドライバーじゃないんで、なのでそういう仕事はやっぱりその人がやるべき仕事はまだまだ多いので絶対になくなりませんむちゃくちゃ多いんでね、むちゃくちゃ多いんですよ。この質問なくなるんですか、これから始めようと思ってるんですけど、数年後とかね、 2,3 年後とかにはもう首切られるんですかねみたいないう質問が多いんですけど、ならないです100% なって、俺が言い切っていいほどならないですし、池早さんもならへんやろなって多分思ってやります。だって結果が分かんのってね、10年後じゃないですか例えば来年こうなるってね言い切ってやるんじゃないんですよ。10年後ねこうなってるって言い切ってやるんで、10年先なんかぶっちゃけ何がどうなってるか分からないじゃないですか。もうそもそも YouTube があんなかも分かってへんし、もうどうなってるかも分からへん状態なんで、言うたら言い切ってしまっても別にまあ問題ないっちゃ問題ないんですよね。で、10年後ね、そういった自動運転がそこまで普及してへんかったら、ああすいません普及してませんでしたねって言ってしまえばおしまいなんで、だからそれやったらね、別にもう言い切ってしまって、こうやっていろんな方が論争を繰り広げて、池早さんの動画が伸びる方が結局賢いんですよね。だから結局賢いんですよ、あの人賢いんですよ。だからそこまで計算してね、そういうこと言ってやるんで、だから、ね、言うたらこうやって俺が動画を出してる時点でもうその作戦にはまってしまってるってことなんですけど、まあ別にいいわと思って、だからそれがねちょっと尺やったんで今までそのスルーしてたんですけどもうその作戦に乗っかってしまうもちょっと尺やなと思ってスルーしてたんですけど、あんまりにもその質問多いんで、でも毎回毎回ねそうやって答えるのもちょっとしんどいんで、こうやってアンサー動画みたいなの出してるんですけど、でね一つ本を紹介したいなと思うんですけど、結構時間あったら本とか読むんですけど、このね The Technology っていう本があるんですけど、これねいつ買った本かなと思ってね、ちょっと部屋ねさっきねござござして探してきたんですけど、これ多分去年買った本ですね。いろいろ時間あったらこういった、いろんな本を読むようにしてるんですけど、こういうね、多分去年買った本です。今年は買ってないと、去年買った本やと思うんですけど、ここにね見えるかな、自動運転のこととかも書いてるんですよね。これはこのテクノロジー系のことがいっぱい書いてる本内容で、まあ、5G だとか 3D プリンタードローンとかね、自動運転とか、そういうことをいろいろ詳しく書いてるやつなんでね、この中にね自動運転のことも詳しく書いてるんですよね。で私もだから自動運転の技術とかこういった本とかで、いろいろ、まあ、時間ある時に、ずっと読んで知識を入れてるんですけど、やっぱこんな中にもね、書いてます書いてますっていうか池早さんこれ読んでその動画出してんちゃうかなっちゅうぐらい、ほぼほぼ同じ内容なんですよね、池早さんが言ってある内容と。まあこの本にはねそんな、10年後とかに、完全に、自動運転化できてるとは書いてないんですけど、だいたい池早さんが言ってやったような内容はもうそもそもこの本に書いてあるんで、もしかしたらこれ見ながら動画出してやんちゃうかなっていうぐらいの内容なんでね、もし気になる方がいたらね、この本をぜひ読んでください。まあ、かなり、自動運転に関して詳しく書いてるんですけど、自動運転ってそもそもねレベルがね5段階あるんですよね。で、今、日本でおそらく、レベル0から5まであるんですけど、5っていうのはほんまに完全に、場所を選ばずにもう完全な自動化、完全な自動運転なんですけど、そこまでは全然まだ到達してなくて、今行けてるのがおそらくレベル3、緊急時はだいたい人が運転するみたいな感じで、ただ限られた場所とかそういうのが必要になってくるんですけど、言うたらね、自動運転してる間はこうやってスマホとか触ってもいいみたいな、そういうところまでは来てるんですよね、今実際。これってなかなかすごい進歩やと思うんですけど、ただそれ以上レベル4、レベル5っていうのはまだまだ、先やと思うんですよね。というのも例えばハッキングされて、コンピューターなんで結局その自動運転というのは、まあ、携帯みたいなそういったコンピューターみたいにハッキングされて、勝手にねいろいろガーっていじられて、そういう事件とか起きたら誰が
そういう責任取んのっていう話にもなってくるじゃないですか。だから自動運転のね、そういう責任誰が取んねんみたいな、メーカーなんかドライバーなんかどこやねんみたいな話になってくるんで、だからそういうところもねまだちゃんと決まってないんでね、だからそういうところも難しいやろなと思いますし、結局ドライバーさんが絶対に必要になってくるんですよね、そういう時って。例えばむちゃくちゃ偉いさんが乗ってる車とかで絶対狙われるじゃないですかほんなハッキングしてほんなん絶対ハッキングして狙われちゃうんでね。なのでやっぱりドライバーさんっていうのは緊急時にはやっぱ運転しないとダメなんで必要になりますし、宅配なんかもってか一生大丈夫ちゃうかなと思ってるんですけどね、俺は。絶対に人がやらなあかんところは人がやらなあかんと思うんで、宅配とか特にね、そういうのは絶対に人がやらんとダメなんで、なくならないです正直。言い切ってもいいと思います、俺は。逆になくならないと思いますまあ池早さんもね分かってやります、なくならんやろうなっていうのは分かってやります。でもあえて言ってやるんです、だって答えが出るの10年先なんでね、10年先なんで、別にもう言い切っちゃっても別に何の問題はないと思うんでね、だから言い切ってやるんやと思います。はい、だからそれも分かってるんで、俺はあえて動画にしたくなかったんですけども、動画にしました今回はあえてね。なのでね、これから軽貨物を始めようとされる方はね、全然何にも気にせず始めてもらって大丈夫やと思います。自動運転で、宅配とかそういった軽貨物の荷物、ウーバーイーツとかやったらもしかしたらなくなるかもしれませんウーバーイーツはもしかしたらなくなるかもしれませんね。それはちょっと分かんないですけど、例えば宅配で100個200個、無人で配り続けてくれるっていうのはまあ無理ですそれは無理です。なのでこれからねそういった宅配を始めようとされる方は、全然何にも気にせず進んでもらっていいんじゃないかなと思います。はい、今日はねかなりむちゃくちゃ今一番多い質問じゃないかなと思うんで、なくなるんですかとかね、そういう質問が今一番多かったんで今回動画にさせていただきました。他にもね軽貨物以外にいろんな、俺結構いろんな本読んだりとかいろんな知識とか結構あるんで、そういうなんでね、お金の稼ぎ方だったりとかこういう考え方があるよとかいうのもね発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。